中国をを警戒風力発電を規制政府1日に政府が防衛・風力発電調整法案を閣議決定し風力発電が自衛隊のレーダーを妨害する恐れがあるとして防衛省が電波障害防止区域を設け事前の届け出を義務付け問題があれば建設を制限しようとしていることが明らかになりました。 産経新聞の取材に対し防衛省の幹部は本来なら風力発電も許可制にすべきだと批判しており、まあ、どうやら経産省が反対したため許可制にできなかったようでございますが、まあ、さらに建設を制限できる期間も2年までとなってしまいました、まあ、このようなレーダーは電波を利用しておりますので実害が生じた場合には電波法で対処できるようにするべきだと思われますが 政府には、防衛・風力発電調整法案に合わせ、風力発電によって電波障害が生じた場合には、電波法で対処できるように、総務省と調整していただくよう、お願いいたします。以上になりりまます。ごご聴いいたた。だきありがとうございました